ブルボン公爵夫人、ジャンマルク・ナティエが、カロリーネ・フォン・ヘッセン・ラインフェルス・ローテンブルクは、ブルボン公、ルイ・アンディの2番目の妻。ドイツ人。フランス語での生命は、カロリーヌ・シャルロット・ド・エス・イコール・ランロー。フランス宮廷での肩書きはコンデヤ党首の妻の、慣例に習い、ブルボン公爵夫人、マダム・ラ・デュシェス。ヘッセン・ローテンブルクハク・エルンスト・レオポルトと、 その妻エレオノーレツーレインイコールベルトハイムイコール、ロシュホールの間の5女、10人兄弟の8番目である。評判の美少女で、ヘッセン家のカトリック文家の出という家柄の良さもあり、ルイ15世王の有力な花嫁候補の一人となった。しかし、兄弟姉妹に女子が多く、男子にも後進郊外列の障害のある子が生まれているという遺伝的な理由から、 最終候補から除外された。1728年7月14日、14歳の誕生日の1ヶ月前に、ブルボンコとサリーで結婚。夫は22歳も年上の男やもめで、すでに片目の視力を失い、若い頃の魅力的な容姿を失っていた。しかも、当時、王の失調をコウムシャンティー城に筆足していたため、 新婚生活はこの郊外の上官で送ることとなった。1730年夫が王と和解すると同時に、宮廷への施行を許され、パリのオテルドコンデに住んだ。1740年夫と死別、翌1741年自身も26歳で死去。遺体はパリのカルメルド・フォーブール、サンジャック教会に安置された。夫妻の幼い一人息子。 ルイ・ジョゼフの養育は報道者のギテイ・クレールモン伯爵に委ねられた。佐渡公爵の母、マリー・エレオノール・ド・マエとは、遠石関係にあり、次女を務めさせていた。佐渡公爵が1740年6月オテルド、コンデに生を受けたのはこの縁による。彼女の死後二人の名が、フランス宮廷に入った。カズとは、ヘッセン・ローテンブルク公女ビクトリアで、 スービーズ元帥の三人目の妻となった。もう一人のサボアイコールカリニャン公女マリー・ルイーズは、王家の士族の一人ランバルコにに嫁ぎ、マリー・アントワネットの助官長を務め、フランス革命中に、非合の死を遂げた。ありがとうございます。